2006年12月19日、松原市池内遺跡で現地公開が行われました。この池内遺跡では、阪神高速大和川線および府道住吉八尾線の建設に先立ち、2005年から調査を開始しています。池内遺跡は弥生時代から中世の集落跡として知られており、また周辺には大和川今池遺跡や常蓮寺遺跡、さらに弥生時代の遺跡として知られる瓜割遺跡などがあります。地形的には南の丘陵から下り、東を瓜割台地、西を上町台地に挟まれた中積層に位置しています。弥生時代の遺構としては前期中頃の集落跡と水田が発見されています。集落は周囲に2畳の大溝を巡らせた環濠集落で、東西幅はおよそ75メートルあります。この大溝の幅は2メートルから3メートル、深さはおよそ1メートルあり、溝の中からは土器や石器などが多く見つかっています。集落内部からは多くの柱穴やゴミ捨て用の穴などが見つかっています。水田は浅い窪地内に位置し、傾斜に合わせてあぜを設けた小区画水田です。また水田の最も低い部分には排水用の水路があり、余分な水を川に流せるようになっていました。これは水田のあぜの跡です。当時の小区画水田の様子がよくわかります。西除けの氾濫源というのはあの線路のまだ向こうに。大阪最古といえる水田と環濠集落の発見は、弥生時代初期の集落の成立と発展を考える上で貴重な成果です。2007年1月27日、池内遺跡で2回目の現地説明会が催されました。多くの人々が詰めかけ、展示されている出土品などを熱心に見学していきます。池内遺跡から出土した近畿地方最古の弥生時代の土器。担当者の説明に興味深げに耳を傾けています。
調査担当者が発掘の成果を発表します。実際に調査区に降り、具体的に分かりやすく解説していきます。池内遺跡の現地説明会。参加者は遠い祖先の暮らしぶりに思いを馳せていました。